これな、今な、俺ラジオにこう島谷ひとみさんに出てるけどな、やっぱな、東京出てきたばっかの子が泣いてたらしい。寂しくて寂しくて泣いてたんだ。でもさ、これさ、ミヤミヤ泣いてたらやだな。ミヤミヤ泣いてたらな、ミヤー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 みたいな、驚くだろうな。友達いきなり訪ねてきたらな、驚くだろうな。ミヤーみたいな泣いてる時って、友達来てさ、どうしたの瞳みたいな、寂しくて泣いちゃったみたいな。うわっと怖いな、怖いって怖いな。心に泣いちゃう女がミヤーみたいな、ミヤーミヤーみたいな。そうだな。でもさ、寂しくてミヤーミヤーって泣く女が可愛いじゃん。いや、可愛いは可愛いよ、そりゃ可愛いよ、そりゃミヤミヤ泣く子。でもほら、実際にだよ、お前な、演技やってるならいいさ、ミヤミヤさ、実際にお前さ、一人でいるところでミヤーミヤーとか泣いてたらもう、いや、それは怖いだろ。それは確かにちょっと怖いかもしれない、確かに。で、ボンボンと泣くよりはいいよな。それだとほら、泣いてんのか吠えてんのかわかんないだろ、だって。そうだ、やっぱどっち選ぶっちゃミヤミヤの方がいいか。そりゃそうだな。やっぱミヤーミヤーの方がいいよな。まあな、どっち選ぶかってやな。そうだよな。ああ。でもさ、実際、自分の彼女とかが、ミャーミャーとか、リアルに泣いてもさ、可愛くね？可愛いかな。どうだろうな。でも、ね、どうだろうな。ミャーミャー。どうしたのお前。なんか寂しくて、泣いちゃったみたいな。どうだそれ。いや、可愛いんじゃない結構。いや、どうかな。ちょっとどうだろう、難しいとこだな、それな。実際。なあ、可愛いかな。